奄美大島やマンボは、鹿児島県奄美大島に伝わる妖怪。奄美の民族研究家、めぐみ原義盛の著書、奄美怪談賞に記述がある。山の中に住む小さな子供のような姿の妖怪。普段は大木の根本に座っているが、人が近寄ると後ろに回ってしまい、姿を見せることはない。山に入った人が連れの者を呼んで、うーいと声をかけると、 別の方から、うーいと声が返ることがある。いわゆる山彦であるが、山んぼの仕業と言われている。そのために、天見方言では、山彦自体のことも、山んぼという。また、この地方では、山の中で好みを拾うときに全部拾い切っては、ならないという言われがあるが、これは山んぼの取り分を残すためと言われている。強風の吹いた翌日のこと。二人の娘が、 風で落ちたシーの実を拾うために山に入った。やがて山奥で見たこともない大木のもとにたどり着いた。その根元には大量のシーの実が積もっていたので、二人は夢中になって拾い始めた。持ってきたカゴがいっぱいになり、しまいには服を一枚脱いで袋の代わりにし、実をすべて拾い切った。二人は荷物を背負って戸に着いたが、なぜか見覚えのある道に出ることはできず。 気づいた時には同じ道を何度も歩いていた。ふと、ヤマンボの言い伝えを思い出した二人は、あの木の元へ行って、地位の実をすべて落とし、荷物を空にして歩き始めた。するとすぐに、正しい帰り道に出ることができた。この二人は、ヤマンボの分の実を取ったため、道に迷わされてしまったのである。ありがとうございます。